好きなサイズで作れるラミネートトートバッグの作り方です。今回は紙袋タイプのリクエストが多かったのでこちらを作ってみました。出来上がりサイズは横が28センチ、縦が24センチで、まちが12センチです。ラミネートなので、端縫いがなくて簡単にできます。中に卵がちょうど入るサイズに作ってみました。好きなサイズの計算式も紹介します。同じサイズの布を使っても、この角を縫わないと、こちらのように入り口の広いトートバッグになります。材料はこちらです。横が42センチ、縦33センチが2枚と、紐は 7×45 センチを2枚です。好きなサイズで作る時の計算式はこちらです。ラミネート生地にシワがあるときは端の方の生地で一度試してみます。裏側から霧吹きを拭いて低温でアイロンをかけます。まず紐から作ります。アイロンがかけられないので折り目に型をつけて作ります。今回はこの以前に買ったコロコロオープナーを使ってみます。折り目に上からこのようにコロコロと転がして印をつけます。半分に折ったらさらに向こう側に折って印をつけます。折った方を向こう側にして手前を折ってクリップで留めます。両端に端ミシンをかけます。デコレクションズさんの艶消しラミネートなので普通の押さえで縫います。ツルツルタイプなどを使うときはラミネート押さえに変えてください。紐は2本同じように縫います。次に入り口を2センチ折って型をつけておきます。紐付け位置の印をつけます。真ん中に印をつけて真ん中から5センチずつ10センチの印をつけます。2枚を中表に合わせて1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いておきます。そこにまちを作ります。縫い代を開いて真ん中から6センチずつ12センチのまちを縫います。縫い代を1センチぐらい残して切り取ります。反対側も同じようにまちを作ります。上端を折り目通りに2センチ折って印の外側に紐を留めます。紐はねじれないように注意して印の外側に留めます。端から 1.5 センチぐらいのところを1周縫います。紐を引き上げて上端にも端ミシンをかけます。ちょっと厚みがあるのでゆっくり返し縫いをします。表に返します。今回は紙袋風にするので角から上に向かって折ります。幅はまちの半分6センチです。ここにミシンをかけます。